アンニョー、安田ポンスです。今日は、家族サービスデーというか、まあ、あの奥さんが韓国に着きましたので、まあ、今はここソミョンっていうところに、釜山のソミョンっていうところに来てます。はい、早速とりあえずちょっとご飯食べに行きたいなって思います。はい、長旅お疲れ様です。はい、ソミョンはこんな街並みです。栄えてますね。はい、ここにご飯とかなんかいろいろあります。はい、ちょっとナイキがあってテンション上がっております。ご飯食べた後ここ来ます。ここ屋台みたいな。あ、はい、今日の飯屋はここですね。あの奥さんがどうしてもここで食べたいということでここに来ました。はい、なんかタコとかあのホルモンを炒めて食べるあの店でなんか美味しいらしいのでここで食べていきたいと思います。料理が来ました。めちゃめちゃ美味しそうです。次第に出来上がってきました。あ、奥さんリクエストで今日はここに来たので。美味しい。おすげ。それ混ぜるんだよ。混ぜたのがこんな感じで。めっちゃ美味しいです。
そうだよ。やばい。あ、やばい。はい、これが今回泊まっている釜山のロッテホテルになります。ちょっとね、これ後でね、中身も紹介したい、したいと思いますので、はい、ぜひ。息子は今寝ておりますね。じゃあ部屋に入っていきたいと思います。本当だ、なんか残骸がいっぱいですね。景色はこんな感じです。はい、今から年間のプールに行きたいと思います。何してんの、行かないの。写真撮ろう。そうだよ。はい、初めてのプールです。ギャン泣きしてました。でもなんか慣れたみたいですね。あ、やばいやばい。はい、今プールの、10分間の休憩時間ということで、ちょっと休んでます。なんか36度のあったかい、プールと普通のプールがあってとても良かったです。もう子供はギャン泣きしてましたね。はい、こっちはカフェですね。最高っす。うん、もちろん。男の子2人は退屈ですよ。女の子は買い物が長いです。でかい。でかいけ、でかくね？わかんないけど。はい、やっとダイソーから出てまいりました。まあ、ありえないぐらいダイソーで物買ってました。はい、さすがですね。まあ、満足してもらったんでいいですけど。ダメだ、抜けなかった。あ、開いちゃった、ピンクエレベーター。できなかった、自動で。写真を撮り始めてます。はい、次は31アイスクリーム来ました。なんかちょっと入り口すごいですね、これ。開けて。
なんかコラボ中ですね。はい、サーティワン来ました。僕はもう絶対キャラメルリボンしか食べないんで。いただきます。さっきちょっと緊急事態で、息子が大きいものを破裂させるという大事件が起きて、急いでまだちょっとプリクラとキンパを食べるっていうミッションがあったにもかかわらず、息子の大きいものが破裂してしまったので、ホテルに帰ってきました。はい、今の今まで全部洗い物をして全部取っかえて、ただ息子はのんきになんか YouTube 見てます。はい、ということで家族サービス、今回もやっていきました。ちょっとアクシデントによってプリクラを撮りたいっていうのと、キンパを食べたいっていうのができなかったんですけども、まあちょっとそれは次回にね撮っといて、次回韓国に来た時にできたらなっていうふうに思います。今日もご視聴ありがとうございました。ではバイバーイ。